では中級です。同じく手首を使っていきますよ。足オープンで止めます。反対側からいきます。足の幅は狭くていいです。肩幅か腰幅。1、2、3、さらにいくよ。反対側1、2、3、両膝を曲げて体は上に、首元を見せる感じでいきます。両手はもも抜いて1、2、3、マッチ。3番で足を斜めに出してますが、1、2、3、4、肩を回していきます。片方ずつ、私の方にある肩から3、4、マッチ。ここからはヘッドが入ります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、7で止めました。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、数えませんよ。一度歩きます。1番はこの振り付けを連続しますが、2番は1往復やったら次の動きに入ります。なのでこれは後で教えますね。頭のところは雰囲気入れてください。1、2、3、4、5、背中をぐっと締めて、足としてお尻を触る。反対側、両膝曲げてぐっと上に持って休憩。反対側、横に手が入る。マッチ。シュッと指先を伸ばして、オッケー、指先を伸ばしてマッチ。オープン。お尻を振ります。カウント数えて、足止めます。もう一回、後ろ、横、体を触って手のひら、はい、は、う、体は上に伸ばすように引き上げます。引き上げる。 OK、 お尻からいきましょう。後半さあ、これ旅の前の振り付けなので覚えておいてください。お尻、横、触って伸ばす、マッチ。はい、これが2個目の動きです。1個目の動きと2個目の動き、1番はこれで終わりますが、2番は1個目の動きに後半ね、つきます。今後半先にやります。足を広げてタン、タタン、タタン。反対側、タン、タタン、タタン。前にある足からタタン、タタン、リズムを取ります。タン、タタン、タタン。これを足を閉じていきます。タタン、チェンジ。タン、タタン、タタン。一歩目はそのまま、一発目はここから OK。 一発目は止めて寄せてからいきます。体ごと入ります。チェンジ、ウェーブしてから、さあ横移動が入ります。ううううリンリン、はい、リンリン。手をグーにして鈴鳴らしてるように、さらに手が入る。ううううリンリン、下から上、体、体、マッチ。下から上、頭を触って自分の体、リンリンです。行きましょう。ふうふうふう、リンリン、タタ、オープンマッチ。連続しますね。5、6、7、8、止めます。右を後ろに引いてウェーブ、上からなぞっていきます。
頭からいこう。よいしょ。さあ、腰を使うんじゃなくて背中、胸を使ってください。止めてから耳を後ろにして、さあオープンで止めるところ、はっはっふっはっはっふっふ、胸を中に入れました。胸胸肩肩、胸胸肩肩、全部合わせます。一番の動きの後半です。おまけと呼びましょうか。胸ふっふっふっふ、 OK、 待ち。さあ、サビいきます。これまた後でね、原曲で組み合わせてください。サビは手首、初級見てくれましたか？見てくれてる方、初級頑張った方はあれが入ります。中級、これ一発目だっていう人はもちろん説明しますけど、ちょっと端折ってるんで頑張ってついてきてください。近づきます。右手、手のひらを外に向けて、指先が上、手首90度です。できれば脇もしっかりと開けます。ここから小指から外に一周、親指から一周、手首を回していきます。スタートとゴールが一緒です。いいですか？スタートとゴールが違うところにあるわけではなくて、スタートからゴール、スタートからゴール、一緒になります。いいですか？これを外から4321となります。左手準備、手首を折って指先が今度は下です。 OK、 ここから回すのは一緒なので、親指から自分の方一周、小指から外、さっきと一緒でスタートとゴールが一緒です。いいですか？スタートとゴールが別のところにないように、スタートとゴールは同じとこ、カウント合わせます。親指から4321、中級の皆さん一気に入ります。どうだった？1234、さらに近づいていきます。タタタタ、肩が上がったり脇が締まったりしないように、タタタタです。確認、もう一回いきます。中級の皆さん頑張ってついてきてください。ここで一時停止をして自分で練習しても OK、 ここで止めた方がいいですよってアドバイスしましたが、なぜかというと次に進むからです。もう一回回します。左手を動かしますね。外回します。右手もその形のままゴールした状態で両手を離して、左手は頭を撫でます。4321、パッパッ、さらに動きを加えて数え方を変えます。1234566、どっこい。足元もね、ふっふっ、どっこい。はー、繰り返す。左手がオープンになりました。どっこいして体を横に持っていきます。すぐサビの頭に戻って、パウドスコイパラララララ。これ頭の横から手のひらが下です。手の甲が上、指先をパラパラしながら右から左へ持ってってます。もう次、中級の皆さんこれでラストです。1234567、もう一回サビを2周、サビの後半をもう一個作ります。 OK、 カールします。これは初級でもやってました。レッグカールをストレートではなくて外に入ります。反対も作ってます。中から外、中から外、1個だけ、
右足、ここの胸が入ります。1,2,3,4 中に入ってます。 1,2,3,4 トントン、トントン、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、頑張って。腕じゃないですよ、腕じゃないですよ、胸です。タッタ、頑張る。もう一個、タッタ、ワン、ツー、休憩。手は、手の甲が私の方、人差し指と中指を広げて、パ、口元、あ、ごめん、口元じゃなくて目元、いいですか、仮面をかぶってるように。さあ、あるから 1,2,3,4,5,6 休憩。今胸入りませんでしたね。行きましょう。 1,2,3,4,5,6 です。6ではっきり私を見てくださいね。隠すとこ間違えないで。 1,2,3,4,5,6 お尻スライド、スライド、カール。1,2,3,4,5,6 お尻スライド、スライド。もう一回いきましょう。たった、パッパ、お尻スライド。曲は最後このスライドで終わるので、パッパ、これで終わってください。マッチということで、一旦サビ数確認しようかな。サビ前半2回、せーの、1,2,3,4,5,6、足足ね。もう1回、今の足を1回ずつしまいますからね。パッウーラッタッタ。そしてこのカール、ワンツウウハパスライド、うん、確認できた。タッタパッパ、はい、ということで、あとは構成を覚えて動いていくだけです。クールでセクシーに動いてほしいので、こんなが可愛い子ぶるというかはセクシーな方を強めにしてください。では原曲、ゴー。